はい、どうも皆さん、こんにちは、遊んでございます。というわけで、マイクラドラゴンクエストもっと続き遊んでいきたいと思います。というわけで、前回はね、次ランク6の世界に来たので、今回はランク6の世界で見つけた新たな建築物について探索調査していきたいと思います。というわけで、そこまでカット。はい、というわけで着きました。まず最初のダンジョン、これ。このよくわからん球体のダンジョンね。遠くから見るとなんかキングスライムというかメタルキングというか、そういうなんかね、キング系のスライムっていうかわかるんだけどね、こんなんあるとは驚きだよね。というわけで今日はこのダンジョンを探索&攻略していきたいと思います。いよいな500ダメとかマジで。で、おそらく登るのはここかな。行きましょう。で、おそらくね、最初の挨拶の時に気づいてる方がいたかもしれないけど、まあ、裏でね、実はレベル上げをしようとして頑張ってたんだけど、今次のレベルまでね、あと170万なんだよね。めちゃくちゃ死にまくって、めちゃくちゃ必要経験値増えたっていうね。当初は20万だったのにね、8倍よ、8倍。もうね、ここまでいくとね、レベル上げする気なくなってきたよね、ほんと。いや、これがあるからね、ほんと辛いんだよ、レベル上げって。まあ、頑張ってやっていきたいと思いますよ。で、ここは封じられている。ってことは、どっかに開けるところがあるのか。いや、ほんとね、ボーナスディメンションでね、いろいろ稼ごっかなって思ったんだけどね、何回も死んで死んで死んで、この結果ですよ。きつい。で、ここにレバー。OK? で、こっから入るの?おう。三つの扉。うわぁ、いっぱいいる。レベル1のくせにめっちゃ強いんだよな、ほんと。ん?なんだこれ。てっきりモンスターかと思ったけど、オブジェクトか。あ、壊したわ。いや、スライムマジラだね。なんでこんなとこにあるんだろう。で、今まだ見えてないけど、実はね、今、ハドクのリングっていう毒を無効化するリングつけてて、まあ、罠をね、回避するためにそれつけたんだけど、ここでもなんかちょっと有用そうだから、このままつけていきます。で、ここには、スライムつむりの、マリンスライムかな?スライム系のオブジェクトというかフィギュアがあるね。こういうダンジョンなの?ここって。で、モンスターを倒して、ここは、最後の鍵かな?ちょっと待ってね。一応魔法を使ってみよう。あかんねー。ってことは最後の鍵なのか。最後の鍵、未だに入手してないからね。どこで入手したんだろう。では、こっちの入り口は何もなかったということで、次は、右行こうか。右も作り的には一緒かな?で、ここにはスライムナイトのオブジェクト。こっちは?あ、進めるね。進んだ先にはスイッチ。そして MP が足りなくなってきたね。例えば回復アイテムを補充するの忘れたわ。なくなったら買いに行こうか。で、とりあえず、ここにはスイッチがある。なんか開いた音はしたね。どこが開いた?ここはもともとあったよね。ここが開いたのかな?ここってあった?最初から。ここが開いた気もしなくもないけど、どうなんだろうね。あ、下あったわ。だっても、結局最後の鍵。マジ最後の鍵使うとこ多すぎじゃない?ここは。ここはいけないのか。ここはまだ何か謎があるのかね。いやー、最後の鍵どこで手に入るの、本当に。いっと。危ねえ。いや、めっちゃ危なかった。なんとかギリギリ、リレミット使えてよかった。モンスター呼び寄せたか。ああ、次はってことはあいつらランク7の敵か。いていて。ちょっと一旦、戻ってアイテムを補充していきます。さあ、戻ってきましたと。ただ、その間に夜になったからね、結構敵強くなったね。うわぁ。ああ、もう強い敵が。見たこれ、全職業合計735万経験値を失ってんだよ、今のところ。そんだけさ、今受け取ればさ、おそらく俺、賢者100までいくよ、普通に。ああ、その失った分だけ私はね、経験値を取り戻してると考えれば、今まで一回も知らなければもう100年いってんだよ。くっそー、ほんとこのゲーム難しいな。軽くおかしい、敵の脇がどっから出るかわかんねえっていうのは、脇潰ししてるはずなんだけどね。にもかかわらず、なんかよくわからんとか出るんだよな。さて、ようやくここまで戻ってきたぞ。で、呼び寄した奴らは消えてんのか、さすがに。さすがにか。で、下はいけなかったね。じゃあ、こっち。ここはスイッチをし何かが起動した。この部屋は?とりあえず明かりつけとこう。で、ここにはなぜか知らんけど、スライムジェネラルのなんか置物があるね。いわゆるバーテンダー的な存在なのかな。なんか、ここ本当にさ、スライム族の王様のお城って感じが若干するわ。あ、ここ行けねえわ。そういうコンセプトなんかな。配下のスライムのフィギュアをいっぱい置いてるみたいなさ。ん?行き止まり?いや、上にレバーあるし。これで、揃えた。
え、そのレバーを起動したら何が起こったのかな。わからんな。とりあえずこっちの方向って行けるのこんなもんだよね。ここは開いた？開いてないもんね。まあとりあえずこんなもんか。じゃあまあ残ったルートは真ん中と。まだ3個中2個しかクリアしないんだよな、道。え？これはどこだ？宝箱ルート。いやでもここ行けないな。開いてないし。ここにレバーある。レバー動かしたとて。もしかしてここのレバーでこの奥行けるようになった？確かめてみるか。開いてねえなあ。え？どうすんだこれ。ここのレバーを倒したところで何かあったわけでもないしな。とりあえず全く関係ないけど、メラの熟練度が9になりましたね。はあ、なかった、ここまで。で、ここも関係ないしな。ここに上に何かあるわけでもないし。やはり最後の鍵がないとここはどうしようもないのか。おそらくそうだろうね。最後の鍵が必須なんだろう。いやー、きっち。はい、というわけで、本日この辺でね、終わろう。つったらね、さすがにね、淡白すぎるというか、少ないかなとは思うので、ちょっとね、ダンジョンではないんだけど、個人的に見たことない街が1個あったんで、そっちに行きたいと思います。はい、というわけで着きましたと。ここね、このなんかよくわからん街。ここ俺知らんのよな。なんだろう、この街は。え、もしかしてこれ街じゃなくダンジョンか？あ、ダンジョンだわー。この外見から完璧俺街だと思ってた。なんか、ここのさ、ランク6はさ、ダンジョンにフィギュアが設置してあるんだね。うん。ダンジョンですな、これ。あ、がっつりダンジョンだわ。あ、マジか、これダンジョンか。これ完璧に街だと思ってた。ちょっとだけ行ってみようか。あ、いやー。なんで死んだ、俺。7万経験値失ったよ、もう。やべえ、汚い言葉が口から出そう。さて、続き。ああ。なんかここでは宝箱があったんかね。アイテムばらけたってことは。あてーな、ほんともう。さすが経験値2000。宝箱、いいものない。え？上。え？ここは何ダンジョンなんだ？キノコダンジョンなのか？いた。あぶねえ。はい？今避けてたじゃん、俺。もう、このゲーム始める前よりも必要経験値増えた。いった、何食らってんのよ、だからもう。はい、ちょっと、ダメだ。さすがにきついわ。はい、というわけで、ね、本日この辺で終わろうか。いや、マジでモンスター強すぎてやばい、マジで。必要経験値180までなんだよっていうさ。もうね、やる気失せてきたよね、ちょっと。というわけでね、ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますわ。まあ、メダルの熟練度が上がったから、特技で、魔法使い、まあ、攻撃に立ってた装備は意味ないけど、賢者だと魔法服装備か、微妙。あ、でもその前に、そうだな。せっかくなら特技ダーマシンで立ってみようか。はい。何か、今覚えれるのはどんなのがありますか？まあ、攻撃系盾、職業装備、魔法設定、MP 節約、読み送り、魔法負荷か。なんか、どれも微妙なんだよね、正直言うと。頑張って取るほどでもないっていう。MP 節約 10% はまあ欲しいっちゃ欲しいけどっていうレベルだけど、まあいっかっていう感じかな。はい、というわけでまた次回は頑張っていきたいと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。